かよ。お腹でしょ。おやばいですよ。やばいっすね。なばら怒りますよ、もう。やる感と。おはようございます。さあ、もう投げました？何投か投げましたね。おはようございます。お、今日もベタ投げや。あ、ももさんです。あ、おはようございます。ひろひろです。どの辺行きました？はい。どの辺で釣ってるんですか？あっちに。おはようございます。おはようございます。いや明るい、もう明るいで、こんな時間に来たのに。今日は4人おるんか。絶対釣れるやろ。さあ入れてきた新しい色分けです。なんぼでも入るで。重たなるだけやけど、ベイトやからな。多分痛い。僕今日はお乳持ってきましたよ。ほらシーコンタクトから出てるロケットサーディン。ほらミノミノやで、ミノ。これだけで今日は明るなって、手前でザワついたらサーディンのイワシから持ってきたで。これさあ、はあ、みんな早くて焦るよ。まさか一番最後に来てしまった。早く来たはずやが、ほら、4月21、東の風に13度ね。右からちょっと風吹いてるかな。4時53分。うわぁ、ひろひろさんも3時40何分に来たテレビだったね。もう投げてますよ。中華もうこんなに人おるん。びっくりや、すっげえ人おる。あ、今日潮目ないな。昨日目の前に潮目張っててね、そこで潮目にベイトついててバシャバシャやってましたよ。見る限りまだなぶってないな。見る限りまだなぶってないで。54本。しかし昨日のベイトすごかったっすよ。もうイワシみたいな10センチの大量にも途切れなくボリュールってないね。ポッパーっすか。おー、はい、クスクスさんがマグナム、僕はシンペン、モモさんがポッパーやで。ヒロヒロさんちょっと何か分からない、分からない、遠くて。何、何か当たったで。何何、おお、サヨリや。めっちゃ手前で釣る。サヨリサヨリ、めっちゃ手前でかかったで。おお、今日もおった。ごっつい手前やで。 20m ぐらい手前。ほらサヨリ、やった。今日もビット来い。餌釣り、サヨリつけたまま。サヨリめっちゃ手前におるやん。興奮しました。興奮やで。5時、めちゃめちゃ興奮やで。ドキドキや。こんだけベイトおったらサヨリ近いで。今日はね、出てますね。あの潮目寄ってくれたら激アツなんですけどね。昨日潮目のキュアでベイト追ってたんで。ほら5時1分、めちゃ激アツ。サヨリがめっちゃ近いで。いつ来てもおかしくない、いつ来てもおかしくないで。ドキドキや、たまんね。お、バイブレーション、あ、当たった。ブリガサム当たったで。今ゴン来たで。やっぱサヨリがおったとかやな。だいぶ近いな。
り5時1分2分ショートバイトあったで、さゆりが引っかかったとこで、うおー、さゆりじゃないあたり、あれは、お、今ルアーに反応したな。今なんかボワって出ましたよ、ルアーの近くで。はい、追っかけ、多分追っかけてきましたよ。今着水したぐらいのところにサヨリいてましたわ。え、多分さっきもゴーンってきたんで。ブリカスタムの着水の波紋がでかすぎてびっくりする。ほんまに5時3分ブリカスタムバシャーってなるから、青物はグワッてきたんかと思うわ。バーン、またゴミかよ、またゴミや、ゴミの掃除、海の掃除ややってもな。ドキドキ5分、ドキドキやね、みんな一生懸命やね。ミノートップバイブレーション3人並んでんのにな、当たらんな、みんな真剣やな。めっちゃ真剣やみんな、一個も喋れへんで、11分、誰も喋らない、真剣やみんな、それぐらい真剣になるぐらい暑いで。え、多分エソ、お、エソやって、エソ来るってことはベイト濃い証拠やな。13分、エソ上がったで、エソまた出てきた、この忙しい時に。エソ、エソ圏で出そうって何やねん、エソ圏で出そうって、エソを出だしたか、いいね。ベイトがいなけりゃエソもいない。いい感じやで、13分、エソ、エソにサヨリに、うわ今日も人多い、じゃん、これいくて、ロケットサーディン、ハリブス刺してもうた、ハリブス刺してもうた、慌てるからやばい、これ取れへんね、ほら、ちぎったった、よし、いい、ロケットサーディン、シーコンタクトの身の上で、これ28g、どれぐらい飛ぶかな、16分、エソかけた人が身の上やったから身の上に帰るで、どれぐらい飛ぶかな、おーおー飛ぶ、あ、ちょっと飛距離落ちたな、こんだけ飛びやで、音やな、湾岸身の上の 1.5 倍を飛んでる。おお、何、なんかゴンってきたで、なんや、サヨリに当たったんかな、いきなり18分17分、いきなりドンってサヨリに当たったんか、なんか来たで、反応あったで、やっぱベイト浮いてるからエソも上がってきたんすかね。昨日と大違いでちょっと静かやな、5時20分、まあけど昨日もう、昨日僕がもわもわ確認したん5時半ぐらいですよ、今ぐらい、飛距離が出ない、飛距離が出ないからやっぱ普通の新編ブルピンにした、これの方が信頼を置いてるからね。5時26分、今んとこさゆりとエソ、ほら飛ぶ飛ぶ、クスクスさん左立った時ってちょうど若潮のブレーキだー言った日ですね。バイブレーションでヒットしまくった日を思い出した。27分、若潮で流し、あれ若潮やったな、ね、ほんまにベイト濃いし、ただ
ボイルしてないのがショック。こっちは半袖やのに向こうは火焚いてるで。5時32分。一応まあなんかドキドキタイムっぽいからドキドキタイムスタートや。早っ早っ。5時29分。もう暑い暑いで。え？ああ。僕速攻見のをやめましたよ。32、3分、マグナムが飛ばないからストレス溜まるってルアーチェンジしてるで、さあ、自分ももう見のやめた、飛べへんから、新品にした。33分、ももさん FK ジグ 45g に変えたで。僕が、自分が持ってる 30g より重いやつ。そう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 やってるやってる。ももさん横しゃくりしてるで。はいみんなで探る。クスクスさんち予想いくらしいで。はい、これ前奏探りや。みんなでももさん横しゃくりやってたで。トップに反応ないから爆調バイブレーションいくで。これでちょっとちょびっと下を探ろうかな。5時39分。バイブレーションやで、これは飛ぶからな。一日で変わるな、ほんまに。ゾワゾワせえへんわ。42分。全然ゾワゾワせえへんで。一回見の、ロケットサーディンやったっけ。ロケットサーディンもいかないよ。はい、45分。6分。ルアーチェンジ。今日は静かだよ。やっぱこっちの飛ぶのバイブレーションね。ウイヤー52分。某所 A の目白も某所 E の目白も木曜日の中潮やったわ。釣れたの今日は長潮やもんな。定休日か。はい、いっちゃん最初にサヨリヒットしたイワシから行こうか。はい、5時55分。ルアーチェンジや。やっぱこんだけ飛んだ気持ちいいな。あんなに飛ばしたんすか。めっちゃ飛んでる。はい、めっちゃ飛びますね。びっくりした。新品と変わらんぐらい飛んでますやん。ねえ、ほらす、うお、ブリカスさんすげえで。57分。めっちゃ飛んでた。そう、釣れへんかったらね。そう、目の前でもね、イワシここ通り過ぎてどっか行ってたんじゃないですか。でもサイリおるもんな。え、ブリカスサム、あ、え、誰が、ももさん。ああね、めっちゃ飛んでる。めっちゃバシャーってなるからね。あんな大きいまで飛んでないやろと思ったら飛んでる。6時や。本茶のドキドキタイムスタートや。ももさんのブリカスタムが飛びすぎてみんなボイル起こったんか思ってる。勘違いする。新編より飛んでんじゃん。さあジグに変えよう。トップ反応ないわ今日は。ああ、自分釣ってもだ。ああ魚釣れへんからな。自分釣るしかないわ。いや釣れへんよね。モテキだで。ジグパラスローのピンク、去年ちょここれで数本あげたで。ブレード付き、ちょっと針錆びてる。針が錆びてる。はい、6時2分ルアーチェンジ。ボトム攻めるで。トップはいなさそうだ。あんだけ LINE で激アツやでって言ったのに。嘘ついてもたやん。明日激アツやでってクズクスさんとかモモさんとかヒロヒロさんにみんな言ってもたのに、一回激アツやろかった。ショック。まあね、
某所以外ってそうじゃない、いきなりドーンって出るやつの。ベイトさえガッて寄ったらもういつ起こってもおかしないから。心の中でトラでもええからか思いますよね、なんか何でもええからって思ってしまいます。と4分僕もサイル釣りましたよ。ね、そう、生命のあるものは釣ってますね、一応ボラコ釣ったり、サヨリ釣ったり。ここでサヨリ釣るの3回目かな、4回目か。あのうまい具合にかかりますね。ね、青物坊主やけどねサヨリ青物ちゃん。あ、そうですか、そうか、ちっちゃいけど、ちっちゃいけど青物か。あ、また出てきた。ご用件はサヨリ。何のお手伝いをしましょうか。サヨリって言ってるやん。もうバイバイ。なんで出てくんねやろ。釣りそうったら出てくるんですか。家絶対出てこない。仕事中も絶対出てけんやつ。と思いました。こんなことばっかりやってるからタイミング逃すんちゃうかって。って思うで。6分。1回でも投げたら確率上がりますからね。僕多分20回か30回分ぐらい喋ってますよ。手止めてってほらまたやってる。まだ出てきた。ご用件は今日釣れる。精一杯のスピードで頑張っているんですが。うん、精一杯のスピードで巻いてんやけどな。当たらんで。ん、お、今なんか当たったで。当たった当たった。コーンってきたで。10分。5回しゃくりから止めて6回目の時にコーンってきたで。エビってないからな。コツンっていうのは2回ありましたけどね。トップとボトムで。13分。今のところエソとサヨリ1匹やな。と当たりが2回。やってるで。横しゃくり16、4本。はい。あ、そうですか。ちょっと柔らかい方がよう飛びますね。ね。はい。もう ML 息子のやつ投げ、声投げてびっくりするぐらい飛んだんで、それも力いらんですよ。ね、ピュッてやったらしなりでシュパーンって飛んでいくんで、M にしようかな。しんどいわ。うわ、目の前やのに。喋ってて忘れたんちゃうんすか。ああ、テトラかかってもた。喋っててめっちゃ手前やったのにしゃくってしもた。おー、よかったよかった。喋ってて忘れてたでしょ。ねえ、高いから10。テンション下がってきて、寒くなってきた。全然当たりっけなくてテンション下がってきて寒くなった。18分。6時22分や。3分か。全然当たらんな。ドキドキタイム終了やけど、ボトムタイムやで。ほんま心折れそうやな。あんなライン送った、送ってるから余計に。ていうか激アツっぽかったでしょ昨日。もうこれ絶対今日いけるな。思うでしょ。ほんまに激良かったのに、もう一瞬で変わってもだ。今日多分宝くじ販売してないんですよこれ。宝くじも定休日。あ、多分。ああ、タモケってもだよ。宝くじ売ってないわ今日。ほんま静かや。
海の中に仕切りがあって魚いてないからそれボスタイムや。ねえ、ブリバーンってね。まあいつ来てもいつ来るかわからんからな。こんな雰囲気の日に目白上がりましたからね、70 2日前に。6時33分頑張るで、投げな当たらん。サバでもいいから釣りたいですわ。ああサバ釣れたら持って帰りますわ。うん、三枚におろし焼いてます。はい、ほら息子食べるんで、骨だったら食えへんから三枚におろすの知ってから焼くんですよ。サバでもいいか。え、いや、まあ普通に食えますけどね。35分、今日は時間経つの遅いな。サバでも何でもいいから釣りたい。釣れたんかな。あ、ゴミか。うわ、でっかいゴミ。あれはつらいな。昨日みたいにゴミの下からハマチ出てきたらびっくりするけど、ちゃうっぽいな。あ、ゴミや。でっかっ。うわぁ、38分、1メートルぐらいのゴミ引っかかってて、サオぶん曲がってたで。ショックやったやろな。みんな離脱や、休憩中や。ほら、おらへんで、離脱。みんな座ってる。食べてみます。ちょいドッキリしてしまった。声は出してないで。39、こっち見てたから。お前ごっつえ見てた。みんな休憩してる。俺あの遠くまでの間で一人しかサバ振ってないですよ。50メートル、あの、いや、もっとあるな。100メーター以上離れた間で一人しかサバ振ってないで。ウィーンの離脱したで。42分、映れへんじゃん、あの人しか。全然おらへんだった。船から釣りたいですね。あれ、昨日からずっといてますよ。昨日あの辺からずっとあっち行って、あそこでずっといてますよ、あの船。あっこから釣りたいな。ええー、であれ、43分。そんなことばかり考えてしまう。渡らないから。その辺り某所いいナブラ起きそうですけどね。月か空いたからな。仕事終わってから夕方走ってんの。そうですよ。今日の木曜日は今日なんか行かなあかんなと思って行ったらナブラ起こってたの。ほんで担当の方にバーンだったから、うん、また五等目ぐらいでまた当たって、はい、またエスけど今日みたいに何もすれへんよりいいじゃないですか。47分。あれ、まだ誰も釣りせへんな。ほら、おれへんで。うん、それはいいな。釣りがかりの餌を鬼ほど引きますよ。来た
ーと思ってあれ上がってきたらもう泣きうっせーってなりますよ。あ、暇やから喋り出したね。48分ねえ、届かへんのね。おお、またゴミか。サオ分曲がってるから何かな思ったらでっかいゴミや。51分、右でサオ分曲がってるから釣れたんか思ったら1メートル以上のゴミやったで。ゴミしか上がってけへんよな。止まりましたね。なんかあっこから大砲かなんか撃たれそう。なんでなんでこれで止まる。怖っ。53分、なんかあそこからミサイル飛んできそうやで。戦艦ヤマトみたいで、なんかあ、ほんまや。うわ、ほんまや。正直してる。うお、目の前の船。お、まだまだできた。あの船何、目の前の船。こちらが見つかりました。なんじゃそら。イクロオバナイって何やねんこれ。すげえ、目の前のでっかい船急に揺れ出したと思ったら止まって正直してるで、先端で。いやー、びっくり。おもろいこと起こんな。なぜ目の前なのって。魚団積んでてあそこにいっぱいおるんかな。急に釣りしだした。ええなええな、うらやましいな。あれ個人の釣り船やったらびっくりしますね。すごいで、正直でっかい船でね。55分。あ、もう一人出てきた。お、もう一人出てきた。3人出てきた。釣れたもんね、ずっと流れてますよ。マグロかなんかかかったから。応援来たで。ねえ、マグロかなんか釣れたのかな。ゾウ4人目で出てきたで。なんか下から引きずろうとしてる、海の中から。なんやろ。おー、やっぱり竿持ってるよな。竿持ってる持ってる。なんか釣れたんかな。変えていった。正直してる。乗せてほしい。あの船調べて仕事の募集あったら申し込むかな。正直できますとか書いてたら。57分。おる？イワシみたいなの。昨日もね、7時回った7時頃からベイトいっぱい入ってきた。止まってて穴け流されてんすね。おもろいわ、バンバンサー振ってるで、でっかい船の上で。いいなぁ。58分、羨ましいで。なんちゅうコマーシャルやったかな。バイトするならインディードや。思い出した、インディード見ようかな。正直できる船乗る仕事探そうかな。58分。思い出した思い出した、バイトするならインディードや。すごいな。3分。なんか釣ってほしいな。いっかれねえ、走りながら流した方が速そうですけどね。トローリングや、でっかい船でトローリングできるで。3分50人ぐらい住んでる。乗り合い線やったりしてあれ。ほんで一人しか釣りしてないっていう。今日は客一人やったわ。おもろ。7時5分。あ、緊張感が完全になくなるほど静かやで。
当たるときは何でも当たりますよ。ライブエイドでまたなーんって言ってレクスクさん6分今日昨日も一昨日も7時回ってからやと思いますよ。あのヒットしてのそこで気抜かれ7時6分7分か、そうね、2日とも7時回ってからやで、ヒットしたな。ボトム、え、あなた、おお、やったよ。あ、そうですか、やったやった。7時8分、くすぐすさんホールで、おお、テンションホール中にゴン来たらしいで。え、あ、これぼ、あ、え、お祭り、お祭りや、なんでお祭りするんや。あー、すまない、テンションホールの日出てくんなて、お祭りやった、クスクスさんと。なんでお祭りしたんやろ。ウェブでこちらが見つかりました。ミニ館ミニ秋とお祭りに行こうって何やこれ。あ、すいません。何これ、リーメントの可愛すぎるお祭り鉛筆消えた。お祭りやった。お、釣りやめてどっか行った。お、一時帰宅の時間7時10分。お祭りしてしまったねえ。そっち？その気になる。ドッキリか。引っ掛けて、引っ掛けたくないから気になるんかと思ったら引っ掛けたろうかと思った。14分。あー、おもろ。シラス対策のほらゼブラ、暴れん坊っていうのがいたかな。掃除具行くで、これで勝負や。あら、7時20分一時帰宅してないかなけどな、この後の時間でもボトムで当たってるからわからんで。ほら、よう飛ぶでこれ。うわ、ごっついで、左へ勢いよく流れてるで。25分、前に投げてんのにクスクスさんの前から帰ってくるで。グッてきたのに無神やった。買いそうやった。当たったと思ったのに。クソビビったんやね。ああ、残念。ヒットかと思った。買いそうやった。32分。残念。うお、イワシイワシ。ほら、そこ。イワシの群れ。多分イワシっぽい。結構、前。ねえ、イワシっぽいでしょ？大群、今日も来た。10センチぐらいのベイト、今日も大群来たで。37分、今日は遅いな。今日の出社時間遅いよ。イワシちゃん、イワシかわからん。釣れへんな、今日は。当たりがないね。はい、ラスト10分。お、ギャロップホールエディション赤金、ちゃんとレベル変えてきたで。これで勝負、ラスト10分。はい、42分、あと8分、7分しかない今のところ。え、外さよりだけ。ああ、46分、終わっちゃった。ああ、今日もダメでした。46分。ああ、今日はなんか昨日と変わって全然青物っけなくて、サユリとエソゴミしか釣れんかった。はあ、残念。
1日で何が起こったって感じですよ、ほんまに。かなりきついわの。ああそうですね、爆鳥坊主爆鳥とかありますもんね。明日に行きたい、毎日言ってるな、毎日言ってんな、明日に行きたいって。僕も多分今日15連敗ぐらいですほんまにあの某所いいな、あの76なかったらもうほんまへこんでますわ。厳しいな、なかなか。このタンをまだ1本しか入れてない。 E はサーフやから抜き上げたからね。激アツやと思ったのにダメでしたね。すいませんね、期待だけさして釣り劇だけでもするあんだけ激アツやでって言ったの激渋やった。まあハイシーズンでも一本も上がれへんかった、次の日爆鳥、次の日一本も上がれへんとかありましたから ね、ほんまわからん。今日ロシを捕まえなダメ。ああけど今見えました、イワシみたいな流れ、一本あったでしょ、ちっちゃいのね、10センチぐらいの、はい、あれ先週気づかなかったですからね。あ、そうなの。はい、先週の金曜日には見なかったです。安定してサヨリは釣ってますけど毎日。ああ、ほんまっすね、正直すごいなーって感じ贅沢な釣りですね。ね、あ、動画に入れて乗せてほしいなって言えたから、バイトの募集のコメント来たらええな思って、はい、首になってんじゃん速攻ね、お前釣りばっかり必要せえやん一日で首正直できると思ったのにとか言ってね、仕事せえよお前正直しに来たんかって。今日昨日と打ってかってさっぱりでしたね、びっくりするぐらい言ってましたけどね、昨日あんだけざわざわしたのにね、ね、昨日のあれが今日はもっと爆発すると思って、今日はね絶対いけるわ、めっちゃ期待してきたんですけどね、ダメですね、え、また頑張る、お疲れ様です。もう安定の緊張やったな、ほんまに一日で何が起こったんやって言いたくなるわ。あのお疲れ様です、当たりもあったし、マグナムさんもごちそうさまです。ああごちそうさまでした。4人並んでもダメでしたね、ダメですよね、ていうか誰も上がってないし、でさっぱりですね、誰も上がってない。2回コツンってきたんですけどね、トップ1回とボトムで1回と、完全に当たりや思ったらポポさんとお祭りしてましたねあの船の正直ずっと見ながら喋っとってね、はい、ほんで適当に多分、はい、釣りしてました、正直してましたよほんでそれ見とってね、おいおいしゃん正直おおとか言って喋っとった、ほんならお祭りしててよそ見してやってるから前見てへんから天井ホール刺すとコーンって来たから絶対来た思ったらほんますかーいなら前撮ったらラインがビューってこっち行くから寝がかりやんか、じゃあお祭りやんかほんまあかんわ、鉄塔から釣りしたいの、うん、まあここでやったら最高や上げられへんでしょうけどね、ねえ、ほら1個作ってくれたらっていうか、ほなもう人だらけですよそこ入られへん、前の日から絶対おりますよ。天一日で変わったなあ、ねえ、そうですね、あれなんもいけんかな、ねえ、上り調子で来るかと思ったら明日があるさ目白を釣った日も木曜日の中潮、えっ、であっちで76釣ったも木曜日の中潮なんですよ。中潮って結構僕は好きです。僕も好きです。中潮中潮2日目とかも最高ですね。大潮ほんまに思いしたことない、みんな大潮大潮言うんですけど、ええ思いしてないですね。何
80グラムのタングステン買いましたよ。マジっすか。借金の大きさとほぼ変わらんけど80グラムあるんですよ。指切りますよ。大丈夫です。大丈夫です。これプロテクターだってね。40グラム2個つけたらめっちゃ飛びましたよね。もうね、砂利やから踏ん張れないんですもんね。はい、だから僕こけてトローリングしてたんですよ。釣り上げるのは楽ですけど、ああ踏ん張れないんで。めっちゃ5メートル間隔ぐらいのとこ入って投げてんのにお祭りしてないんですよ。びっくりした。そのタイミングでしょうね、投げるね。清弘さんとお祭りした時ね、軸4つ並びましたもんね。ズラ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 って。トリブルフック同士引っかかっててね、軸4つや。で、ね、お祭りしてないのに隣の人がすいませんって来て、え、お祭りしましたって言って、え、してへんけど、いや、だって軸2つついてるやん。いや、これ2つも僕なんですよ。ほら、えいとか言って。つなぎ目にもトレブル入ってるんで。あかん、お茶屋もう始まってもうた。なんか帰る気にならんぐらいぼーっとしてしまうわ。帰ろ帰ろ帰ろっていうか7時頃かな、ひろひろさんとももさんここで喋ってる時、ずるーっと向こうまで一人みんな上で休憩してましたよ。あれとあれとか思って。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。